戦う対象はゲイリー・クーパー主演のアメリカ映画、後年、劇との川のタイトルでも公開された、西部劇である、南北戦争の頃。対象のガイド、クリントは若くて優秀だが素行が悪く、親代わりのビルとジムは女性を添わせることで、落ち着かせようとする。その女性、フェリスは、サクラメントへ向かう対象に参加。途中、一行は、駅馬車が、 インディアンに襲われた現場に遭遇。一人の男によれば、自分もかつてインディアンに襲われたが、自分だけは助かったという。インディアンの襲撃をいかにかわすかに関して、一行内ではその後も議論を繰り返す。フェリスは、自分は利用されたに過ぎないとして、クリントを拒否。しかしフェリスが事故を起こした時にクリントは、ま一発で彼女を救出。それからは、恋人としての付き合いを始める。 対象内は空気が緩み荷物を売って遊興費に充てる者たちが出てくる。一行は全身を選択。実は例の男はインディアンの仲間であり、体を抜けてインディアンへ合図を送る。川を半分ほど渡たったところでインディアンとの戦闘が勃発。対象側は川を渡り切ったグループが全滅。ビルとジムも死亡。クリントは燃料に火をつけ爆発を起こし、 インディアンを駆逐。帰還を主張する人物もいたが、一行はそのままサクラメントを目指す。しかし、クリントはビルとジムの生前の意向により、ガイドを廃業した。ありがとうございます。